天気雨直後の様子に地没時の天気雨地没時の天気雨天気雨とは気象の一つである。晴天にもかかわらず雨が降っている状態を指す。理由は主に三つある。一つ目は雨粒が地面に到達するまでに雨雲が消滅、移動した場合である。特に雲が積乱雲だと交互長くても1時間程度で雲が消えるため天気雨が発生しやすい。 二つ目は、遠方で降った雨が強い大風に流されることで、天気雨になることもある。特に山間部では、山越えの際に雲が消えてしまうので、山越えの風に雨粒だけが乗って飛んでくることになり、その場合、天気雨を見ることができる。三つ目は、小さな雲が雨を降らせた場合である。小さな雲のため、周りが晴れていれば、天気雨になることがある。必然的に日光が雨に当たりやすいため、 通常の雨天よりも虹を観察できる可能性が高い。天球という名称は天気なのに降る雨ということからついた。同義語としては日照雨という呼び方もある。また雲が消えて雨だけが降る状態から雨を涙と例えた呼び方もある。沖縄県では比較的日常的に見られる現象で方言でティーダーミと呼ばれている天球に関する俗信は 世界各地に存在する。代表的なものは、天球と動物の結婚を結びつけるもので、日本の狐の嫁入りのほか、アフリカでは猿やジャッカル、アラビア語圏の一部ではネズミ、ブルガリアの一部ではクマ、大韓民国ではトラが結婚するとされる。イタリアのカラブリア州、サレント半島やイギリス南西部では、日本と同じく狐が結婚すると言われる。ちなみに、日本のキツネの嫁入りは、 晴れの日にコンコンと降るという意味のダジャレでもある。ベラルーシ、ポーランド、ロシア、ウクライナの間に位置するポレーシー地方ではユダヤ人の婚礼、ジプシーの婚礼、あるいは悪魔の婚礼とされており、動物ではこんな日に嫁入りするのはキツネ、オオカミ、クマだと言われている。つまり、スラブでは天球の日に婚礼をあげるのは普通の人間ではないと考えられていることになる。 また悪魔や魔女と結びつける俗心もあり、トルコでは天球の時に悪魔が結婚するとされ、ポーランドでは魔女がバターを作っているという伝承がある。ABC、太陽が出てるのにどうして雨が降るの、天球はどうして降るの自然科学なぜなぜ110番科学学研キッズネット2020年9月18日閲覧。ABC、今さら聞けない天球の原理。 レニピ、2020年9月18日閲覧、天気が降るのはなぜ、今日のハテな子供の科学のウェブサイト、コカネット、から科学や理科、工作の役立つ情報いっぱい、www.kodomonokagaku.com、2020年9月18日閲覧、ありがとうございます。